今日もね、ダムカーのツーリングに行っております。今日はね、だいたい予定通り、まあ予定通りの時間で動いております。今日はね、4つほどダムは行きたいと思っています。最初に行くダムは福富ダムですね。これグラッチェ K が大好きな福富ダム、ここをね、まあね、前々から行こう行こうと思いながら帰り道に行こうとするんで、なかなかね、行けなかったとこなんですけれども、今日はね、もう一番に、二の一番に福富ダムを行こうと思ってます。福富ダムはここからですね、ドライブサポーター5キロ、違う、41キロですね。10時ちょいちょいぐらいに、1時間ぐらいかな、ここから行くと、着く予定になっています。ね、今日の、ね、天気はね、こんな感じで、曇りね。まあ、台風がね、過ぎて、台風一過ということで、天気も回復してくるのかなと思ってたんですけど、結構ね、台風はね、まあ、この前のお盆に来た台風もそうだったんだけど、今回の台風も、広島の方はそんなにはね、というか夜中に通過したんで寝てました。朝、朝起きたらね、その辺の、まあ、公園の葉っぱとかね、近所のとこの看板とかが倒れたりしてたから、結構風吹いたのかなぐらいの感じでは思ってるんですけど、寝てしまうとね、全然もう起きない、爆睡しておりまして、無事に台風が過ぎていったなというような感じで思います。まあね、めちゃ寝つきがいいんでね、本当なんて言うんだろう、この前ね、知り合いにそういう話をしてたら、それは気絶しとんじゃないのって言われて、もう寝落ちいうレベルじゃないぐらいのレベルで気絶をしております。そうそう、今日からね、シールドがね、ちょっとじゃないかな、今日からね、シールドが変わりました。この前ね、アマゾンでポチりました。あ、楽天か、アマゾン、どっちでもいいや、シールドが変わりました。ね、このシールド安かったのよ、本当安くて、まあね、普通に使えるしいいかなとか思ってます。で、途中で止まるなんかフリップアップっていうか、途中で止まるストッパーもついてるんで、まあ、結構ね便利かなと思いながら使ってます。で、色の方もね、前使ってた純正のブコの分よりは少し明るいのかなって感じです。もしかしたら全然傷が入ってないからと、視界がこうクリアに見えてるだけなのかもしれないし、視界がすごいね、快適ですね。まあ、あとは問題はね、暗いところ、トンネルの中とかね、まあ、夜、まあ、今日もね、少し遅くなるだろうと思ってるんで、帰ってくるのが、夜に暗くなる時間にはなると思うので、まあ、その時にね、どんな風なんかね、レポいろんなこともないな、見えやすいですか、見えにくいですとか、まあ、それぐらいのことなんでしょうけど、はお伝えできるとは思います。まあ前のはね、本当傷、でもね、そんなに使ってなかったんだけど、よくね、使い方が雑いからね、まあ落とすし、傷ってね、本当皆さんもね、知らんところで傷ついちゃうでしょ、シールドって。どこでなんか傷つけとるんだろうっていつも思う。知らん、あんまり傷ついて、あーって。まあね、落としたりすることもあるんでね、あれはもう、だからね、この前のシールドも割れてましたもの。何回か落とした、2回、2、3回落としたような気がしますね。それでも完全にベキベキになってないから、まあいいかっていうぐらいの感じは使ってたんですけども。でも、なんでもね、使い始めっていうのはね、やっぱり大事にしようとかいうことを思っちゃうんですね。大事大事って思ったんですけど、まあそのうちね、雑になっちゃうんだろうな。
そうそう、ライトシールド、クリア、ライトシールド、ミラーシールドって3つあったんだけど、俺らの中ではまあダークの方でもいいかな、まあ、この前のがねミラーでちょっと夜見えにくかったから、今回はダーク、ミラーじゃなくていいんじゃねとか思いながら、ミラーにしようかダークにしようか思う、これどっちか分かんなくて、どっちかったか自分でも分かってなかったんですね。まあ後でね調べたらそのミラーの方を押してたっていうことで、広島にもラムーがありました。いつも通ってるとこなのに全然気がつかんかった、噂のラムーです。もう菊池桃子のネタはもういいでしょ。あのラムーがありました。意外というか身近なところにねラムーがあるんですね。まあね、本当はこれよりもね身近なところにあったりするんですけれどもね、なかなか行かないっていうねところなんですね。今日思い切ってコメディデビューしてみようかな。まあまあ山中入るんでねコメディもあるんだろうけど、行ってもね買うもんないしな、まあ、っていうか何があるやらねわかんないんで、まあ、もしかしたら今日コメディデビューするかなって感じですね。大体ねいつもはここで左に曲がってバイパスの方面に行くんですけど、今日のナビはとこのまま2号線を直進するみたいです。八本松の町の方に入っているんでしょうね。八本松駅ですね。八本松駅久しぶりに行っておりますね。もう何年前だろうな。こっちから来るのはね初めてなんでね、なんだけど今日のナビはナビタイム先生なんで、Google 先生とはね違うところをね教えてもらってます。福富のねあそこのなんて言うんだ道の駅は、まあ、本当何回かねそのグラッチェ系のあのなんだっけグラッチェ系がおすすめするんでよう行ったんだけど、このダーム事務所っちゅうのがねどこにあるんだろうか、あんまり意識して見てないんで、ダーム自体もね多分見たことはないよね。そのなんかな湖ダム湖は見るんだけど、ダム湖は見るんだけどダム自体は見てないかな。で今なんかどっか指し示したとこ曲がらんかったんだけど、これはいいんかしら、どうなんかしら。新しいルートで案内します。ほら新しいルートならゴールはダウン下なんだろうな。トメダムだからこれ U ターンしなくちゃいけないね。またちょっとねいらんこと喋りたいよね。曲がるところ多分この下にあるんかな。でも事務所は上だな。あれだよ地球防衛軍のまた下のとこに焼かされるとこでした。よし結果オーライ。こんにちは。こちらダムカードを配布されているということで伺ったんですけれども、はい、お待ちください。はい。あ、すいません。こんにちは。はい。ちょっと住所だけ。はい。
高いんじゃん。いつもはねあっちの道の駅に行ってるんだけど、今日はねたまたまなんか違うルートから来たんで、このダムの正面からね、なんかちょっと止めてみましょうかね、ここでね。おい来た。おお結構高いんじゃねえこれ。ちょっとあいてね、ちょっとだけどさ、うーわ、富見ダムです。重力式コンクリートダム、プレスト自由越流式洪水湧き機門、オリフィス4面ベルマウス式洪水湧き2門、ジェットフローゲート2畳。少しずつね排水がされていくみたい。よいしょ、うわこれ。よしよかった、今日はねずっとヘルメットについてるからね落ちることはないでしょう。あの下に降りれるんですね。これは降りてもいいのかもしれない。そんなひどい道じゃなさそうなんで、ちょっと降りてみようかな。今日は時間もあるし、後で泣きませんように。あ、ここにもその旧門の、まあこれはまたね下に降りてから入れると見てみましょう。ちょっと降りてみようかな。降りれるかな、あそこ U ターンだよな、怖いな。とりあえず降りてみましょう。お、北京だ。ダム管理事務所っていう地名で入れた方がいいんじゃないかと、まあ前々からねこれは思ってることなんだけど、まあダムの下からねこう見上げるのはねいいんだろうけど、なかなかね厳しいところを通らせ、ああ来た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 、まあダムって感じですね。もうちょっと下がこれ来た悪いわ。あーダムですね正面。わこういうアングルから写真撮ってないんで、たまにはねこういうとこからの写真も撮っとこうかなと思います。でもボロボロやなこれほんまに。どうしたこれ、どこで気づいたこれ、マジか。9個ね穴が開いてますので、
あれがクレスト自由越流式香水履き 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個穴開いてますね。だからあれをこうして水が出てくるってすごいよね。本当はそれを見に行きたいような気もするけど、危ないよねそれはね。あれが流れ出してるとこがオリフィス4面ベルマウス式香水バキっていうのかな。あれがここからね入れないんでね、立ち入り禁止になってるんで、入れませんので、こっからの眺めとなります。へえ、すげえ、初めてね、福富ダム下から、っていうか、福富ダム自体をね、見ることはね、向こうのその、湖畔の宿、湖畔のなんとかってとこからはね、見ることはあったんだけどね、初めてですね、ちょっとね、テンション上がってるんですけど。ボロボロになっとるの汚いし、いや、福富ダム意外と、意外とすごかったごめん、意外とすごいっておかしいな。結構やるね。はい、次の目的地は貝塚ダムです。こっからだったら1時間ぐらいで行けるっつって、ほんまかしら。はい、今から貝塚ダムに行きます。こっからは50分ぐらいだっけぐらいで着くみたいなんで、ぼちぼち行きたいと思います。いや、福富ダム、意外良かったよ意外だろ、怒られるしゃあ、駅からちょっと、よし、行こう。よし、じゃあ、ハイスカダムにレッツゴー。